東京ドームです。セリーグ公式戦、読売ジャイアンツ対阪神タイガースの2回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊人さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、現役時代にはいつも試合前に行う準備というのはあったんですか？そうですね、いつも同じような行動パターンが試合に臨みましたね。なるほどね。やはりそういった準備がプロという感じなんでしょうね。まずはジャイアンツの先発笠原が東京ドームのマウンドに上がります。どう立ち向かっていくのか注目。立ち上がりの配球なんですが、小宮山さんはどのような考えを持ってらっしゃいますか？低めでストライクをきちんと三振です。打順は4番岡本。昨日のゲームはホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。2アウトになっています。打った瞬間、確信したバッティングが入った。ホームラン、大谷のツーランホームランです。ジャイアンツ今シーズン第8号のツーランホームランになりました。大谷に追いつきました。ジャイアンツ2対2。いや、速い打球でしたね。あっという間にスタンドに飛び込みましたね。見事な打球でした。あっという間にレフトスタンドに8球消えていきました。まあでもよく乗りましたよね。この1回の裏、早くも流れを呼び戻したようです。先ほどは期待に応える見事なホームランでした。配球は5番初球はボールになりました。打ちました。これはどうか、一塁へ。一塁アウト、スリーアウトです。6回の裏、さあジャイアンツ、この回は4番から始まります。岡本がバッターボックスに入ります。今日はホームランを放っています。ジャイアンツビハインドで迎える6回の攻撃です。バッターボックスは4番岡本。今日はホームランを放っています。ヒットでランナーを一塁に置いています。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど。打ちました。センターに取った。素晴らしいプレーが出ました。うっそー。ツーアウトランナー一塁とかあります。リスさん、ご覧いただきましょう。この背面、ジャイアンツ痛い敗戦となってしまいました。リスさん、最後まで粘りを見せていたんですが、残念ながら敗戦となってしまいました。まあいい試合でしたけどもね、もう一息でしたね。そうですね、明日に期待しましょう。勝ったタイガース、接戦をものにしました。一方のジャイアンツですが、痛い敗戦となってしまいました。ご覧のように今日のゲームはジャイアンツ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで東京ドームから失礼いたします。本日は最後まで